おはスタってテレ東のおはスタみたいだな。ミカペディア。はい、テンプレ。ここまでテンプレ。ミカペディアから。ペディアって言うと結構大変。柱？進行。カミングアウト。ミカペディア参照。ミカペディア見てきます。ミカペディア書いてあげるか。ミカペディア。ペディアでも書くか。30秒前。10秒前。ああ、ショーンなんか役持ってそうだったけどな。出るタイミング失った感じがしたけど。お、やっちゃったな。育成村なの？ショーンを育成村。ショーンを育成して、どんどん強くしよう。30秒前。スーザンとか、いいんじゃないかな。穴位置だと思うけど。10秒前。ミカペディア噛まれたら泣いちゃう。よかった。背景キラキラになる。これはノーマルだね。コモンだね、コモン。いいんじゃないかな。スーザン占いはめっちゃ出てる。スライドとかせんでいいわ。なんだかスーザンしろです。スーザン占いぶっちゃけ初日みんなに太郎くでもやったがスーザン秋もはかおく。いいと思う。とってもいいと思う。まあまあそうかみたいな。希望、延長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 希望。あれなんてする暇ない。 ジルが確か聞いたんだよね、結果。メアリー黒もあると思うんだよな。延長希望、延長希望、延長希望。クリスカピ。するよ。エロラッシュのつもり。 ないんだろう。 1分前。 1 30秒前。10秒前。スーザン委員長、何かはクリスでいいんじゃないですかね。30秒前。いらない位置はニアリー占っちゃってもいいと思うし、真正面か。10秒前。しかいなくない。おー、すると、メアリー狼はなくなるのか。今はビル黒、ビル黒なら動画やばすぎて、足のシール下げてる。うん。いいねー。焦らない理由いいな。あ、エリックも来る。そう。ねえ。ビルほぼほぼ進化。誤爆以外。なんだらほぼほぼ芯っぽいけどな。オオカミ連れてるから。ラミカ。確かに。破綻してないか。なんだらしいんだったらって。1分前。延長希望。安定。1分前。30秒前。10秒前。ライン戦、どっちもラインじゃん。30秒前。10秒前。いいね、サンドラ。タワーエリック3でいいかな。ベノローラーや。ただビルシーンを信じたくないんだよな。30秒前。10秒前。占いローラーで。占いローラーっていうか。だなぁ。ハンドラー死んだと結構楽なんですけどね。もう、このローラ神は、なんだ役職、占いに狼がいるって言ってるようなもんか。どっちみちでもまあいるか。もうまさクラッシュしてきそうだな。白か。クラッシュしたらまずいのか。してないな、見方が。メアリーいました。で、狼。昨日の俺の出現と一緒やな。自分で考えて。自分で考える。怖いんだよな。1分前。ここはエリック釣りなんじゃないかな。マイクは黒に見えるよ、もう。1分前。30秒前。あ、これ負けたな。10秒前。30秒前。はあ。10秒前。まずいな。30秒前。10秒前。トーマス結果次第だな。あまりいくかもな。トーマスにクロスされたらきついな。絶対私俺になってほしいけど。あ、ナイスー。でも、待てよ、トーマス。エリック、オオカミ。トーマス視点、エリック、シン、終える？でも PP が来ないってことは、エリックに偽はないということか。トーマスステン、エリック、シンだったらどうなる？メアリー、オオカミ。メアリー、オオカミ。シンだったら。見てるかマイク今日誰釣ればいいんだ？わかんなくなってきた。いやー、こうなるからエリック釣らなきゃいけなかったんだよな、マジで。いやー、今日誰釣ればいいんだ、これ。しろと。誰釣ればいいんだこれ。トーマス狼で。どうだ？トーマス狼だとして、一狼残ったらやばいな。これどうすればいいんだ。トーマス死んだった場合、エリックで終わりって主張していいのか。トーマス。メアリーは多分ミカ、エリックすれば神崎どこであろうと負けはないよって言ったんだ。サンドラが死んだったら、ショーン、クリスで連れてて、1分前、狼、トーマス、狼だったら、でもエリックを狼、エリック釣り、トーマス釣りでいいんだよな。エリック死んだったら無理か。30秒前。一応悪くないか。エリック死んで、ビル狼で、サンドラ、10秒前。誰すればいいんだこれ。あ、そうか。エリックはビルしろっつってんのか。サンドラ狼、ビル狂人は覚えないか。エリック死んで、30秒前。トーマス死んで、メアリー、狼ないか。メアリー、いや、無理か。無理だな。エマ、狼かーい。いやー、マジかー。いやー。マイクのせいにしていいか。スライドもいらんかったな。スーザン狩人か。いや、あ、これはエリック映っちゃったのは一番敗因な気がするな。なんだろう、強靭化うまかったな。いいね。トマスもうまかった。今もうまかったな。いいね。いやー。狼側が強かったってことにしてるか。ギリギリ広告を見なきゃいけない。結局安定進行が一番なんや。狼陣強かったな。ちょっとエマが白かったってのもあったな。上手だったな。トーマスもカナエリュウとかもすごい良かったしな。これは負けだな。